行って行って行って。おはようございます、トシトラです。今日も始まりましたね。今日僕午後からなんですよ、お仕事。それでね、午前中一回朝早く来まして、ちょっとね、新人さんとかのね、点呼の方やったんですけど、でその時にね、新人さんにドッキリを仕掛けたんですよ。お腹が急に、僕がお腹がこうやって痛いってなった時にどんな反応をするのかということをしました。ドッキリをしてみました。まあご覧になった方が早いんでね。それではどうぞ。あ、そう、大型は U ターンできないよ。もう乗車だったら、道間違えしたなんて、どっかに、なんか脇道入ってぐるっとする、U ターンでいいけど、この人の場合は、あ、間違えしたなんてさ、どっか道、一人入るともできるしね。できない。これ守るときも見たんですよ、道で。じゃあ結構埋まりますね、これ。ああ、そうだよ。どうですか？無反応。無反応で終わりましたよ。大丈夫とかなんかあるのかと思ったんですけどね。無反応でした。まあ、そんなもんでしょう。ああ、それではね、今からね、つくば市の方に向けて走っていきたいと思います。まあ、ここからね、目と鼻の先なんでね、行ってまいりましょう。はい、はい、今積み終わりました。暑い。今からね、バンドの方に向けて行きたいと思います。
明日着の大井分ですね。大井分を積みに来ました。なんかまだまだ積めないみたいなんですよ。積めないんでね、待つしかない。とりあえず待つしかない。今ねもう4時になるんですけどね、まだ積めないということで、ま、待ってるしかないかな。さっき危なかったですね、車がね。まあ僕ももうちょっとね早く気づいて、もっとね広い場所に止められればよかったんですけどね、なかなかね止められなかったので、まあ向こうもね乗用車の方も広い場所あったんでね、止まってくれるかなっていう、そういう甘い考えが出てしまったので、まあねミラーね傷ついて、まあなかったんでね、よかったです、よかった。木の枝がね出てたりするとね傷つくんですけどね、本当によかった。ね、てなことで今日はねこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。またねバイバイ。